冬の朝は寒いし暗いし、なかなか目が覚めないですよね。昨日洗った食器を片付けていきます。次男からの強いリクエストがあった食パンを焼きます。もうちょっとだよ、自分で切ってるだ。バナナも食べるの？ピーナッツバターバナナ美味しいね。美味しいね。うん。でもこれが美味しい。ピーナッツバターバナナでしょうか。大変だ。ニニのが。ニニのも作るよ。子供たちの朝食を作り、自分は朝は青汁とプロバイオティクスのサプリを飲んでいます。朝一歯磨きはしていて、ここでお顔を洗います。最近朝は拭き取り化粧水です。ここで子供がご飯を食べているうちにスキンケア、メイクに入ります。お口すごいね、お口すごいね。ほら、なんでこんなお口になっちゃった。ココアか、トトアの色か。おじゃうちする素敵だろ。もうない。こんな感じで自分のメイクに集中するっていうのはまず無理ですね。次はお兄ちゃんが食べ終わりました。この後はお兄ちゃんは英語の宿題をやっていて、次男は横で遊んでます。朝は寝癖があるので前髪だけ濡らしてドライヤーで乾かします。ドライヤーは以前からずっとパナソニックのナノケアを使っていますが、最近この新しいナノケアに変えました。ヘアドライヤーナノケア EHNA0J です。かなりコンパクトになって軽くなって使いやすいです。ナノケア史上最大風量で速乾するので忙しい朝にありがたいです。前髪はいつも通りコテでワンカールしています。顔が面長なので両サイドの毛を外巻きに巻くとバランスよくてそうしています。あとは毛先を外巻きにワンカールするだけです。時間がない朝はいつもこんな感じ。夜しっかり乾かすことで朝の寝癖も出にくくなるので、こんな感じで前髪と毛先を巻くだけでヘアスタイルの完成です。いい天気だね。うん、ね、いい天気
きだからいっぱい、もう一回洗濯物回そうかな、ね、遊ぶ、幼稚園行くよ。幼稚園に送ってきました。こたつは最近お家に迎えたんですが、もうめちゃくちゃ暖かくて気に入ってます。お外がね、すっごく天気が良くて気持ちが良かったので、はい、洗濯機早回しで2回目回して干していきます。ちょっとカメラによく映るようにと思って網戸をしなかったんですよ。そしたらね、脱走犯のうちの猫に気づかれて、おーって慌ててます。めちゃくちゃ天気がいい。もう寒いので雨に当たらないように植物を軒下に移動させています。これは茶湯です。冷たくて水飲めないので家ではもっぱら茶湯かコーヒー飲んでます。今日の午前中は撮影と編集です。なんかね、自分一人のためにこの部屋全部温めるの、なんか電気代気になるので、こたつ買って本当に良かった。猫のルーちゃんが寄ってきました。ちょっとね、今日急いでるんですけど、時間がないんですけど束の間の癒しタイムです。時間がない日はこれ、冷凍のうどんです。このままお水入れて解凍するだけで食べられます。いただきます、うん、この湯気を見て分かる通り、すごく寒かったのでうどんがめちゃくちゃ温まります。そこあったかいね、うちはそこあったかいね。今日は集荷もお願いしていて取りに来ていただけました。あと午後は打ち合わせがあって出るんですけど、今日お兄ちゃんのピアノの日なのでピアノの準備を持ってそのまま出かけます。もう帰宅せずにそのまま幼稚園にお迎え行ってピアノ行ってからお家に帰ってくる感じですね。自分の持ち物も忘れないようにして、はい、なので次撮るのは夜のお風呂上がりですかね。はい、行ってきます。はい、帰宅したら寒いのですぐにお風呂で温まり汚れも落とします。そして風邪ひかないうちに頭を乾かします。どっちが開ける？うん、めちゃめちゃなるの。じゃあ、めちゃめちゃちゃんとおいで、ゆうちゃんおいで、びちゃびちゃだから。ありがとう、お兄ちゃん、つけないから。次男くんを乾かしていきます。このようにね、おとなしく座ってくれるようになりました。もう毎日のことだから本当にドライヤー選びは大切ですよね。冬は特に乾燥するので、このままお風呂上がりはボディクリーム塗ります。自分で、お兄ちゃんは塗ってくれてます。これも赤ちゃんの時からだから本当に習慣になってくれてますね。はい、お兄ちゃんも仕上げちゃんと乾いているかチェックします。ブクブクだと思ったら3枚着てるじゃん。なんでいいの？2人乾かし終えると自分もこのまま乾かしていきます。私は前髪に癖がつきやすいので前髪から乾かしていきます。はい、お兄ちゃんはやりたいことがあるのですぐに英語の勉強です。本当に乾くのが早いんですよね。芳疹とナノイーとミネラルが搭載されていて、乾かすだけで髪の内側まで潤い、ツヤが出てまとまる髪になります。ナノイーとミネラルでツヤツヤ、夜しっかり乾かすことで朝の寝癖も出にくくなるんです。はい、猫のルーちゃんがこたつに入りたくて先からうろちょろしています。私は膝後ろをストレッチしながらこれ乾かしてます。
髪が乾いてパックを外しています。この時に少し顔にも当てちゃいます。このナノケアはスキンモードがあってお肌もしっとり、簡単にケアできるなんて嬉しいですよね。とりあえず一息つけるタイミングなので、このままスキンモードをぼーっと浴びてることもよくあります。かわいい靴下ない？どうじゃん、何でもいいよ。あるあった、ここに出して洗った。あったよ、あった、いいじゃん、それ履きなよ。いいだよ。今入ったお風呂を拭いてるんですけど、これも3年ぐらい続けてます。靴下になりたいの？はい、靴下になりたい次男くんはさておき、私はスキンケアをしていきます。ここでやっと自分の肌とゆっくり向き合います。髪もね、乾かしたてなのにツヤツヤです。作っておいた晩ご飯を温めます。海苔好きだね。海苔好きだ。はい、ピアノ練習して寝ますよ。ピアノ練習しますよ、来てください。寝にしよう、ピアノやったらもう眠いですよ。3枚着すぎだから1個脱ごっか。めっちゃ暑い。暑いよね。いかがでしたでしょうか。今日は以前から愛用しているこちら、パナソニックのナノケアドライヤーの最新機種をご紹介しました。まず見てください。軽量でとっても洗練されたコンパクトなデザイン。17年ぶりのフルモデルチェンジです。小さくて使いやすくて、このウォームホワイトのカラーもナチュラルで可愛いです。水分発生量が格段にアップした高浸透ナノEがキューティクルとキューティクルのわずかな間に入り込むことで髪が潤うんですって。キューティクルの密着性を高めることでカラー剤の流出を防ぎ、髪色が長持ち、また UV 摩擦のダメージも抑えることが確認されているみたいです。乾かすだけでツヤのある髪に導いてくれます。風温感知センサーと室内を感知するセンサーで風温コントロールして過度の熱を抑えて快適に乾かせます。そしてナノケア史上最大の風量なので乾くのが早いです。なので私のように子供がいて時間がない方に本当におすすめだし、忙しい方、すぐに寝たい方、私のように髪の毛ロングの方にもおすすめです。子供がいるとなかなか特別なケアをする時間が取れなかったりするので、日々絶対にやる動作にケアが加わるのはありがたいです。毎日使うものだからドライヤー選びはかなり大切です。ドライヤーを変えるだけでかなり違います。検討している方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。